も怪しさ 120% の男ブス島でございます。スナッチャー実況プレイ早速やっていきたいと思います。はい、前回工場から帰ってきまして小島トラップにやられたって感じでございました。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあまずね、話かな、聞く調査の進め方、ギブスンが握ってた毛髪、それに爪の間にあった皮膚組織から、彼を殺害したのは少なくとも男女2名のを含むスナッチャーだと思われる。ギブスンの足取りを追うことだ。彼が何を追い何を知り殺されるまでに至ったかを解明するのだ。まあそのままですね、そのために彼の身辺を調べること、まずデカ部屋、彼の自宅を調べてみるんだなということですね。調査に関しては君はまだ素人だからな、わからないことがあれば何でも聞きたまえ。はい、なんかあったら教えてくださいって感じですけどね。ギブスンのことですね。やつはスナッチャーの何かを掴んでいたらしいが何も聞いとらんのだ。ほう、やつは確固たる証拠がないと話さんタイプだったからな。昔ながらのデカって感じですね。いやでもね、覚えてるって言っても結構忘れてるっちゃ忘れてますね、いろいろ。カトリーヌにはかわいそうなことをした。あ、もういないですね、親がね、カトリーヌね。そうすっと、さっき連絡した時は気丈に対応していたが、まだ14かそこらの女の子だ。父親の死は相当ショックだったに違いない。あーか、そうですね、そうなるとかわいそうですね。まあここはもうやっぱりね、スケベじゃないやダメだ、年齢のことがあった、なんでもない、なんでもないです。いやこんな実況ばかりやってたらね、いつかバンされちまうな。とりあえずじゃあメカニック室行きましょう。今度はまったくね、ほんとどうしようもねえな、この実況者誰だよ。あ、俺だもう何言ってるか分かんないですね。メカニックルームですと。お、ボイスか。よー、ジャンカーさん、ご機嫌か。アルコール反応、酔っているようです。わしゃわしゃ、あんたがもっと有能だと思っとったよ。ハリー、なんための応援じゃ。あんたがもう少し有能だったら、じゃあもうやつは死なずに済んだかも。ハリー、それは違います。いや、いいんだメタル、ハリーの言う通りだ。ジャン、すまん、あんたには責任ないの。メタル、現場に残っていたリトルジョンのメモリーチップをハリーに渡してくれないか。わかりました。ハリー、リトルジョンのメモリーです。いやー、これやっててなんですけど、ボイスちっちゃいな。なんだろう、キャラクターの、いや、オプションとかでなんか変えられないかなと思ってやってみたんですけど、全然その音声だけ BGM 下げてとかできないんですよね。なんかその辺不親切だな。まあとりあえず聞きましょう。仕事のことは忘れろギリアン、今はそういう気にはなれん。あー、まあそりゃそうか。ハリーと、こら触るな。あー、怒られちゃいましたね。酒臭いですよと。酒臭いであるけども、電車の中であの酒飲んでる人って一体何なんでしょうね。あれ本当にもうよく見ますけど、あの電車の中でこうね、酒を飲みながらね、あの日本酒飲みながら、あの当たり目食ってる人とか、結構ぎゅうぎゅうの満員の時ですよ。まあそこまでじゃないですけど、あれ結構きついっすね。これは一つの写真から切り抜かれたものみたいだ。おー、もう一回調べよう。ポスター。今度はポスターね。プリントの色素状態から判断して、半世紀は昔のポスターです。丸いんですね。あー、やっぱりセクシーっすね。いいなぁ、こういうのなぁ。好きですよ。大事に撮ってたんだな。補正した跡がいくつもある。いやー、まあ大事なんですよ、きっと。まあとりあえず移動しますか。じゃあ今度はコンピューター室。ギブスンを調べりゃいいのかな。コンピュータールームですと。何か調べたいデータがあるならガウディから引き出せます。じゃあ調べてみますか。このガウディいろいろね調べられるんですよ、そういえば。ガウディを使う。
まずやっぱりブス島的に調べたいのはカトリーヌっすね。うん、入れてみてください。一時聞くんだな、融通の機関コンピューターだまあまあそう言うなよ。カード入れよう。はい、ガウディね、人工 AI ですからね。ギリアンシードユーザー ID を確認しました。どんな情報が必要ですか。じゃあ人物ファイルでよいしょ、カトリーヌ行きましょうか。はいはい、やっぱりねカトリーヌやっぱり調べたいですからね。はい、というわけで入力してみましたのでちょっと調べてみます。はい、データ、まあ、カトリーヌ・ギブスン、あ、これですね、14歳、うん、ギブスンの娘と。41年ミス13コンテスト優勝、あ、すごいね。現在ホログラムサインの人の、ホログラムサインの人気モデル、なホログラムサイン、なんだろう、会社名かな。160センチの B 型、81、58、83ですね。うん、あ、いいですね、いいですね。81、58、83か。確かね、これね、なんか使ったような気すんだよな。81、58、ちょっと今ね、メモ取ってるんで、ちょっとお待ちくださいね。はい。うん、うん。まあいいですね。あと人名を検索、ギブスも選択してみましょうか。はい、ということで入力終わったんで調べてみましょう。はいはい。この、まあ本人ね。はい、ジャン・ジャック・ギブスンと。55歳。ジャンカーね。まあ、アリス、個人、あの、カトリーヌが14歳と。これは、2丸1丸、うん。まあね、やっぱり、なんか読んじゃうんだよな、そういう風に。まあまあ、スナッチャーを妻に、スナッチャーに妻を殺され、ジャンカーにと、185-780、うん、2042、スナッチャー追跡中に、あ、もうついさっきの情報もう入るんですね。まあ、とりあえずこんな感じで、なんか住所とか分かりゃよかったんですけど、まあ、やめましょう。とりあえず、はい。じゃあ仕様をやめて次行きましょうか。いや、やっぱこういうね細かい演出かっこいいっすね。デカ部屋行ってジャンの遺留品を調べてみましょうということで、ちょっと調べていきましょう。操作は基本だな。まあ調べて、手前のロッカー、うん、旧型の仕事机と、手前のロッカー、ダメです、鍵がかかって開きません。お、これは、ああ、やっぱり同じこと考えましたね。この時代に、そういえばジャンは鍵を持っていましたね。うん、持ち物使う鍵でしょう。それは鍵を使いますと。おお、ちゃんと動くんだ。あ、引き出しの中に何かあります。カプセル、回復カプセル、何、ディスクがあります。これわかります、このディスク。これね、ブス島の家にはいっぱいありますけど、これ5インチフロッピーだろこれねえ、これディスクねえ、やっぱりそうですよね、5インチフロッピーディスクですね。あ、5インチフロッピーディスクって見たことあります。もしあれだとちょっとこの辺にねちょろっと出しておきますけど、こういうやつです。プラスチックのやつは 3.5 なんですけど、これブス島が昔ねメインで使ってたんですよ。もう未だに、まあブス島の家ではこれ現役ですけどね5インチフロッピーディスクなんてもう使われてないぞ。いや、令和なんか絶対使われてねえぞ、もうもうカプセル見てみましょうか。これは何の薬だ。それでは分析します。メタルギアすげえな。生産剤、粘膜保護剤、 H2 ブロッカー、胃潰瘍の薬です。ギブスンは本格的に胃を病んでいたのか。なのにクジラ料理を食べていた。これは何かあるな。ギブスンがどうしてもクジラ料理を食べなければならなかった理由が、いや、クジラが好きだったんだよわかんねえけどまあまあまあいいでしょう。おお、ロッカーちゃんと開くんだ、すごいすごい。ロッカーの中にコードがかかっていますと。まあ調べましょうか、コートね。コートのポケットを調べてみてくれ。わかりました。コートの中、コマが出てきました。おお、調べる、コマ、木彫りのコマです。見る、ディスク、パソコンのフロッピーディスクです。このディスクは事件に関係ありそうだなと。それではこのディスクを取っておきます。まあ取っておきましょう。カプセル、胃薬ですと。このカプセル事件に関係ありそうだ、これもじゃあもらいましょう。あ、
分析データ私が記録しています。優秀だな。おいメタルギア、うん、ロッカー、あとは見る、あ調べるじゃん、見るか、見るでコマ、チェスのコマです。何か意味がありそうだな。メタル証拠品として預かっておこう。ではコマを取っておきます。きっと何か意味があるに違いない。じゃあ行きましょうか。なんか覚えてるようで本当忘れてるな。もう閉めておきますね。あちゃんと閉まる閉まる、ロッカーも。おーこういうところ細かいですね。あまた局所室来ちゃったや。まあとりあえずいいよいいよ、もうじゃあとりあえずフロントに行きましょうか。もう大丈夫よイリア、いつまでもメソメソしてられないわ。うん聞こう。うんギブスンのこと、なんだか最近ほとんど外出してたわ。うんスナッチャーの尻尾を掴んだとかで。へえ。ジャンの机の中が手がかり出たんでしょ、うん、出ましたよ。うんカトリーのこと、両親ともスナッチャーに殺されてしまうなんて、まあそうですね、かわいそうに、あの子一人ぼっちになっちゃって。うんクジラ料理の店、クジラ料理まだそんなお店あるのかしら、最近は聞かないけど。まあそうですね、まあとりあえず何かをするってあるんで、これ選びましょうか。やっぱりしたいじゃないですか、何かねしましょうか。いいっすねこの3つのコマンド、ブス島的には大好物のコマンドでございますよこれ。じゃあこれでいきましょう。心配いらないよ、スナッチャーは俺が壊滅させる。ええ信じてるわ。いやいやそういうことじゃねえんだよ、ブス島期待してたのは。クンクンいい匂いだな、もう変態だなこいつも変質者だなここまで来ると。そんなことばかりしてると嫌われますよと、メタルギアが冷静に突っ込むな。もう嫌われてるかもね。いやミカちゃんそんなこと言っちゃダメだよ。うんあのやっぱりね、女性に言われて一番きついのは気持ち悪いですからね。はい今晩付き合わないか。まだ私たちお互いのことをよく知らないでしょ。いやこれから知り合いんだよこっから、うん、そんなこと言わずにいいだろう。ギリアン、物には順序ってもんがまあ案外怖がりなんだな。もうこれ面白いな。私を口説くんなら、口説くんなら、私仕事のできる人が好きなの。だから事件をちゃんと解決してからね。いやーこいつはなかなか手強いな、こりゃ痛いところを疲れたなあんまりやってるとダメだな。私生活は職場に持ち込まない主義なの。あーこれはね手出しちゃいけないタイプですよ。しかもギリアンお前一応結婚してんだろ、記憶ないとはいえ移動よし、じゃあ車に乗っていきましょうか。ミカ、捜査に出てくるから、出てくるよ。手がかりもいくつか集めた。そう、ジャンのことで自分を責めないでねと。ありがとうミカ。ギリアン、なんだミカ、奥さんとはどうなの。最近話していないな。ビデオフォンも。そうだな、ダメよ女は一人にしておくと。ああろくなことね、うん、ほんとろくなことないぞ、ろくなことになんねえぞ。うん、そういえばジェミーのビデオフォン番号は俺の家にあったな、きっと寂しがってるわ。わかった、ありがとう、気をつけてギリアン。じゃあどうしようかな、先に、奥さんの、に電話しましょうか。時間もね、なんかねギブスンの家はギブスンの家で結構長かったと思うんですよね。だからまずギリアンの家に行ってちょっと奥さんに電話もしてみましょうかね。ギリアンとギブスンってこれ紛らわしいなとりあえずまあしょうがない、ギリアンの家に向かいましょう。向かいますと。確かね、ギブスンの家はギブスンの家相当長かったような気するんだよな。ある意味ね、あれなんですよ、工場と同じくらいのあれだったかもしれないですね。なんかメインイベントみたいな。はい、じゃあとりあえず車を降りると。まずまあ今回はギリアンの家までにしましょう。まあ初めて見る方いるかもしれないからあれなんですけど、大体ね目安としてだいたい20分くらいで撮れるようにしてるんですよいつも。はい、だからまあちょっと超えることはありますけどね、ギリアンのマンションの前ですと。俺も帰る家があったっけ、引っ越してきて1週間が経ちますね、そろそろ慣れましたかと。どこでも一緒だよと、一人暮らしは変わらない。じゃあ家の中に入りましょう。おー懐かしいな、なんかこういうの。
あーかっこいいな演出やっぱり。うん、ヤモメ暮らしの部屋にしては片付いていますね。感心感心と。いちいちうるさいロボットだな。友達いないだろお前。まあロボットだからいねえだろ。私は任務はあなたのサポートとあなたがジャンカーとしてちゃんとやってるかを見守ることですと。見守る？要は見張りだろ。あ、まあまあまあそういうことですね。そんなところですかってことですね。でまず調べて室内、全然女気がありません。寂しい。うるさいロボットだな。ロボットにそんなこと言われるとグッとくるじゃないか。でもこういうロボットいいですね。動体反応がないと。当たり前だ、俺の家だぞ。誰もいるはずがない。それも寂しいですね。痛いところつくよな。室内、めぼしいものはない。めぼしいものがなくて悪かったな。この二人面白いっすね。ツッコミが。怒らないでください。そういう意味じゃないですから。うん、面白いな。ギリアン、棚の上に写真があります。そうだな、俺の大事な写真だ。見る。写真、あ、奥さんですね。ジェミーの写真だ。うん、奥さんですね。ギリアンの別れた奥さんですね。美人だな。別れてねえだろ。そういえば、あ、別れたのか。写真の裏に彼女のビデオフォン番号がメモってあった。それですね、それが必要だったんです。うん、写真、写真だろ。全く記憶がない。若いですね、10代前半でしょう。うん、まだ少女の面影が残る。そういえば、そうそう、裏面を見たいんだよ。見る。あ、調べるか。調べる。写真、数字に393444。ちょっとメモろう。39-3444と。これで大丈夫か。はい、ビデオフォン番号と。そうだ、ジミーの別居先のナンバーだ。後でビデオフォンしてみたらどうです。いや、そのつもりですよ。今回はビデオフォンまで行きますよ。メタルギアを使うビデオフォン、早速しましょう。いや、奥さんね、どんだっけな。実際にこれ番号いろいろね、隠し番号なんかもあるんですよ確か。かかりましたね。どれどれどれ。お、はい、ジェミーよ。お、あら、ギリア、元気。ああ、ジェミーですね。これがあのザ・ボスだもんな。声優さんすげえな。声優さんはやっぱ話す。うん、自分の気持ち。俺実はジミー、君ともう一度やり直したいんだ。ギリアン言わない。さっきミカにあんなこと言ってたのに。もうとんでもねえな。そのことは今お互い離れる方が理解し合えるわきっと。話す。自分のこと、ジャンカは思ってたよりずっと危険な仕事みたいだ。ギリアン、でも軍の訓練なんかよりもこうしてジャンカーとして働いてる方が気が楽だよ。無理してない？確かに恐怖はあるよ。でも生きる目的が明確になったんだ。ジャンカーになったって聞いた時正直びっくりしたわ。なかなか言い出せないんだ。すまない。いや、言い出せなかったんだ。そんなことはいいの。でも気をつけてねと。はいはい、何かあったらこっちの方にビデオフォンをしてくれ。わかった。うん、話しましょう。まだね。スナッチャー、ジェミー、夜は出歩かない方がいい。スナッチャーが出没する、危険だ。私は大丈夫よ。私なんかスナッチされないもん。スナッチャーはビップしか狙わないんでしょ。ああ、なんかそんな設定だったな。そういえばな、重要人物とかね。近況報告どう？調子は。まあまあね。ギリアン、あなたはどう？ちゃんと食事してる？なんとかね。君特製のスパゲッティが食べられないのは寂しい。スパゲッティっていうあたりが時代感じますね。今だったらパスタって言うでしょう多分。うん、本当は私の料理なんかから解放されてほっとしてるんじゃないの？いや、分かってねえなジェミーよ。違うんだよ。うん、ジェミー、仕事の方はどうだ？まだ神戸製薬で薬研で勤めてるの？そうね、私はこの仕事に向いてるのかもね。こうなんだか昔こんな仕事をしてたような感じがする。まあ2人とも記憶ないですからね。これね、聞く記憶は戻りそうかい？それが全く。あなたとの楽しかった記憶、一緒に暮らした日々の記憶、何一つ思い出せない。ギリアン、あなたは？俺の方もダメだ。3年前に軍の病院のベッドで目覚める以前の記憶が全くない。うん、しょうがねえな。外出先を聞きましょうか。ジミー、どっか行くのかい？ええ、ちょっと人と約束してた。あ、これはあれだぞ。一人にほったらかしにしてたからじゃねえのか？男の人気になる。ああ、もうなんかこいつら
もういつもな、気にならないって言ったら嘘になる。いや気持ちいい。ああ腹立つな、なんか。あら、もしかして焼いてるんだ。意地悪だな。ごめんなさい、安心して。いつもの定期検診よ。ああだったら最初から言えよ、この野郎。記憶回復治療の。ええ、あの先生よ。なんだそうか、あのおじいさんなら安心だ。いや、じじいでも結構とんでもねえのいるからな。わかんないわよ、最近年寄りに惹かれるもの。嫌なやつだな。でもまあ冗談だろうな、それも。そうか、じゃあもう少し年食ってからチャレンジしようかな。わかってるね。食事、うん、ジェミちょっと話さないから、久しぶりに食事でもしながら。ごめんなさいギリアン、まだそんな気になれないの。もうこれ片っ端からやるのか。ミュージカル、ミュージカルでも見ないか。ロボットミュージカルで面白いのをやってるんだ。オペラ座の怪人なんだけど、うん、なんだ。ごめんなさいギリアン、まだそんな気になれないの。まあいつものことですから、まあビデオフォン切りましょうか、これはね。はい、ビデオフォン切る。ジェミビデオフォン切るよ。それじゃあギリアン、それじゃあバイ。ああなんか若いね、若々しいね。はい、ということでですね、今回はここまでにしたいかと思います。ですね、まあ次回はジャンの、あ、ジャンジャックギブスン、ギブスンの家か、ギブスンの家に行きたいかと思います。じゃあ今回はこのね、男臭い一人のギリアンの部屋で今回は終わりたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。